ちょっと可愛いんでね。は二個買おうと思ったんよ。<laughs> <laughs> こんにちは、しゅんさん、くまのぬいぐるみ、ありがくま、しゅんさん、くまのぬいぐるみ、ありがとう。もうね、今日ね。あの。いっぱい。 衣装着たからね髪の毛もうボサボサなのもう浮いてるもんここが <coughs> <coughs> 疲れまして前髪は 自分で切りました前髪もここも切ったしここも切ったここもうちょっと短くしたい <laughs> でも朝朝ごはんと昼ごはんを食べ食べてなかったんで食べてないまま撮影に挑んだんで帰ってきてから遅めのお昼ご飯を食べましたつい1時間前ぐらいん <laughs> また学校だ来週今週来週来週ちょっと忙しいから頑張らなきゃうんえそう帰ってきて帰ってきてっていうかまあ仕事終わったらさ、まあ、大体さ体疲れてるからちょっと眠くなっちゃうのねいつも。 であの移動の車の中とかで、まあ、ちょっとねあの仮眠っていうかいあの着くまで寝てて <coughs> そっから配信までちょっと寝よっかなとも思ったけどさすがにちょっとまあご飯も食べなきゃいけなかったしやめといた。 えー、てかね、最近のさ怖い話していいなんかそんな心霊系とかじゃないんだけどあのさなんか最近最近っていうかほんとつい最近あん違うなんかなんて言ったんやついこの間からなんやけどうーんとねなんかさゴミをねあの毎回出しに行っててで あのなんて言ったらいいんだろうまあ月曜日と木曜日なんだけどその木曜日からさ月曜日までってさ四日空くじゃんあじゃ三3日空くじゃん金土日ってだからまあ大体ちょっと早めにあの置く時もあるの日曜日の、まあ、昼ぐらいとか。 なんか生ゴミとかをさ入れてたら臭くなっちゃうじゃん玄関先とかがだからそれ嫌だなと思ってまあちょっと早めにね別になんか早めに出さないでくださいとかは張り紙とか書いてないから全然問題ないんだよちゃんとそのなんていうの檻じゃないけど囲まれてるからなんか全然問題ないんだけどなんか私のゴミ袋だけ絶対にあさられてんのめっちゃ怖くないしかもそれが。 今回2回目やったんよねでなんか今回出しとるゴミもあさられとって <laughs> なんか最初はやっぱカラスの仕業かなかなと思ったんよ結構その食べ物のん食べ物を食べたゴミを出しとったらさ、まあ、なんかその匂いにつられてそういう動物系の、まあ、猫猫とかはまああんまりやらなと思うけど、まあ、カラスとかがあさったんかなって思ったんよ。 でもなんか私のとこのねゴミゴミ箱そのみんなが入れれるようなゴミ箱って、まあ、フェンスみたいな感じになったのやけどなんか明らかにカラスとかがこうつつけるような感じじゃないわけよ一応その網っていうかそういうのはまあおっきめではあるんだけど、まあ、でもカラスのなんだろうなあさり方じゃないというかなんか普通にゴミが あのゴミってさゴミ袋結ぶとこあるじゃんアックが開けられてんの絶対になんかでも1回目はさすがにね多分カラスの仕業だったと思うのなんでかっていうと1回目のやつはなんかそこからこう袋がちぎられたみたいになっとってそっからちょっとゴミがバッて出とる感じだったよねでもそれはまあゴミ収集車の人が全部処理してくれとったんやけどなんか2回目はもう明らかに 上からら開けられとったえ、だからえと思って <laughs> マジで怖いよねでさ別になんか今回の出してるゴミ2回目に出してるゴミ2回目っていうかその被害にあったねゴミは別に食べ物のあのゴミしか入れてないから個人情報が入ってるなんか紙とかを破り捨てたとかはないから大丈夫なんだけどなんか気持ち悪いなと思ってしかも。 私が食べたゴミのなんて言ったらいいんだろうなんかこういうさナプキンとかが入ってる時あるじゃんあのー、紙のねまあそのファーストフードとかさモスとか行ったらさ結構何枚か入れてくれとったりするやんかあれがめっちゃ散らばっててマジで怖くてなんか、まあ、人間なのかはそのカラスなのかはわかんないけどその現場を見てないからねカラスがつついてるとことか。 人間の人人人間の人って,言って人間がそのなんか実際にあさってるところとかを見たわけじゃないから誰がやったとかは分かんないけどなんかマジで怖くてもしだって人だったらさめっちゃ怖くないないんかしかも私のゴミだけなんなんかカラスとかやったらさまあ100歩譲ってねあのそのなんて言うんだろう まあ、いろんなところをつつくわけじゃんカラスって多分カラスが大体いいゴミ漁ってるのって一個のゴミ袋じゃないわけじゃんだからまあ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 わかるんだけどなんかほかの人もねゴミ袋出してんのなのに私のゴミ袋しか開けられてなくてえ何な,なんだろうと思って。 確かにねカラス結構周りにいるの周りっていうかいつもなんか朝方とか電柱とかによう止まってるんよだからまあカラスの仕業だと思いたいけどなんか今回のに関してはなんか前回のはねまだねああまあカラスやなって分かるような感じだったんだけど今回のマジで上からちゃんと開けられてるからうん なんだこれはみたいな <laughs> マジで怖いまあでもそれなんか防犯カメラとかはうちないからそういうのはもう自分でその証拠をね撮るなら撮るでやるしかないんだけどなんか怖いじゃん一人でねそんななんかやるのは。 うん、ないと思うなんか防犯カメラ作動中とか見たことないもんそういう張り紙じゃないけどないねマジで怖いなと思っていや別になんかその野良猫の仕業とかなら全然大丈夫なんだけど 人間だった場合が怖いよねっていうフ <laughs> ん <coughs> 怖いよね、めちゃめちゃまあなんか怪しい人とかは別にいないんだけどその、なんかつけられてるとかなんか毎回ここの時間にこの場所にいるとかはないからなんかそういう多分人ではないと思いたいけど。 ちょっっっっと怖いなっていいなててううのがあったっていうお話でした毎回なんか違う日にさ、まあ、私がゴミ出してない時でも違う日にそのね誰かが出しとったゴミが漁られとったとかならあカラスの仕業やなって思うかもしれんけど毎回なんか「うえなんか汚汚」ってそのなんかゴミがねやっぱ散らばっとんのよゴミの置くところに。 で、それはでも毎回ワイが出したゴミなのだからなんか嫌だなぁと思ってめっちゃ怖い嫌がらせされてんのかなえだって他の人が早めにゴミ出しとってもう漁られとるとかなんか汚くなっとるとか見たことないもんちゃんとあの、置かれてんのでもなんか私が出した時だけ 毎回毎回じゃないけどなんかその2回2回とも私が出した時にだけ私のゴミ袋だけ漁られてたのおいしいおいしいもんばっか食べてるからかなご,あのご飯系のゴミばっか出してるからいい匂いだなと思って寄ってきたんかな うんマジで怖い,い,いでもさやっぱなんかまあゴミ出しいつも夜なんだけどあの回収してくれるのがね夜なんだけど夜に出しに行くと危ないじゃんやっぱりなんか、まあ、家近いとはいえその距離が全然ない,ないけど。 近いとはいえさなんか夜にちょっと出るのやっぱ怖いし寒いし <laughs> なんかその姿を見られてたりしたら嫌じゃん夜にだからいつも学校行く時とかに「あ今日ゴミ出しの日だゴミ出さんといかんな」とか思って朝に出しに行ったりするんだけどついでにね外出るついでにマジ怖い。 まあストーカーとかではないと思うけどね。私結構警戒心強いからその家帰るまでの道とか、あのー、めっちゃキョロキョロしながら歩くんやその不審者じゃない程度にね <laughs> なんかつけられてないかな大丈夫かなとかいろいろ考えて、あのー、やるんだけど今のところ大丈夫だね。 フフ <laughs> マジ怖いよねまあ人にはないと思うけどねさすがにカラスだと思うんだけど。 なんかちょっと怖いなって感じ。<laughs> さんクマのぬいぐるみありがとううんゴミ出しの,とあの場所は扉ついてるあのなんていうのなま <laughs> ったなんていうのあのなんていうあのさ東京みたいにそのまあ福岡にもあるんだけどその道端に置いてるタイプのゴミ箱とかんゴミ出しのとことかじゃなくて普通にそのこの建物私が住んでる建物の なんだろ方っていうかその人たちがちゃんと用意してくれたゴミの入れる場所があるのちゃんとねかゆ <laughs> そう わわわわわいやなんかカラス対策というか、まあ、結構多分あの、まあ、見たことないんだけどカラスがそのたかってるみたいなゴミにたかってるところとか自分のね、出す場所で見たことはないんだけど多分。 できななないはずなんだよね <laughs> いやなんかそのくちばしを入れればまあ多少はその届くっていうかあのカラス頭いいからさ袋とか破ったりはできるしその,その中からゴミをこうググって引っ張ったりもできると思うんだけどなんか今回のはね2回目のやつはちょっとなんか不自然というか。 なんかゴミがね私1回目の時はなんかめちゃめちゃゴミ箱がパン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 っていうかまあ結構いっぱいゴミみんな出しててすごい量だなと思ってなんか出したやつがたまたま私のなんかやつが破られててっていう感じであれだったんだけど今回のは割となんかもう一人のゴミだけしか出てなくて。 で、ワイナしか空いてなかったからどういうことっていう感じ <laughs> むっちゃ怖いよねん <coughs> いやでも私1年住んでてあのー、なんかなんていうのその今まで1回目の時もそうだったんだけど半年ぐらい住んでたけどそのなんかカラスがゴミをあさったような感じは全くなかったのあのそういうゴミ箱が荒れてるっていうのがなかったのでたまたま1回目はまあ多分あの ま食べ物のゴミが多かったからなのかもしんないけど多分匂いにつられてやってきたのかそれともそれも人間の仕業なのかは分かんないけどなんか漁られてて「えこれこ,このゴミ箱で漁られることってあるんや」ってなってなんかちょっとでもまあカラスやろうなって思ったのゴミ漁るにしても。まあ、カラスか猫とか野良猫とか,なんかそういう動物系がいたずらしちゃったのかなって思ってたのね。 でも2回目はちょっとなんか不自然マジでうん <laughs> マジ怖いよね 何,何がしたいんだろうでも人間だとしてもさ何がしたいんだろう <laughs> 個人情報を抜きたいとかそういうこと狙われてる私怖いねいやまぁ、あ、でもなんて言うんだろう言うて私もそんなゴミをまじまじと見たわけじゃないから えなんかまたあさられてるわって思ってチラッと見たぐらいだからそのちゃんと開い,いてたかは見てないのよ上の袋があの結んでるところが。<laughs> いやあのねなんかね不思議なことにというかこの家に住んでる人 マジあなたの番ですみたいな感じ <laughs> になっちゃうんだけどさこの家の人私あんまり見たことないのよなんかたまに夕方とかにあのー、なんか若い女の人と被ってなんか「あこんにちは」みたいになったことはあるけどそれ以外の住人にマジで会ったことないのだからいつゴミ出してるのかもわかんないしいつそのなんか何て言うんだろう なんかや何をやってるのかも全然分かんないなんか誰が住んでるのかも分かんないどういう人が住んでるだからとりあえず若い女の人がいるっていうのは知ってる <laughs> まあでもなんか夜に結構そのなんていうの1階と2階があるんだけどだか2階に上がる階段の音とかはするから。 夜に帰ってきてる人とかもいるんだろうけどもうわざわざ見るのも怖いしねなんか何も用もないのに見てたらさなんか何だあいつみたいな感じになるじゃんそ時間帯が合わないっていのもあると思う、まあ、でも一人暮らしやと誰が住んでるか分かんないなんてめちゃめちゃあるあるその なんていうの別にさ一人暮らししてさ「あの引っ越してきましたよろしくお願いします」とかさ挨拶しないから女の子なんて特に危ないからね変な人が住んでたらさあの子一人暮らしなんだって思われちゃうじゃんだから隣の人とかに挨拶行かないからどういう人が住んでるのかもわかんないわけよ。<laughs> うん、だからまあ <laughs> 都会ではないと思うけどね福岡は四 <laughs> 4年住んでるけど隣の人知らない,いそういうもんだよね なんかたまたま本当に自分が出るタイミングとかで相手もなんか出てきたら「あっこんにちは」ってなるぐらい <laughs> でも本当に会わないから時間帯が <laughs> なんかでも私が学校から帰ってきた時とか何もなくて学校から帰ってきた時とかにそのワイの隣の家の人のなんかなん換気扇かな わかかんんなないけどなんかシャンプーの匂いしたりとか食べ物の匂いとかちゃんとするから済んではいるし物音もするから済んではいるんだけどどういう人か知らない <laughs>。 なんか周りの周りのゴミとかもねあさられてるとかならわかるけどさたまたまなのかわかんないけど私のだけしかあさられてなかったからなんか気持ち悪いなーって思っただけ1回目も2回目もね1回目はめっちゃ袋多かったけど私のしかあさられてなかったからまあでもあれは正直多分。 動物系の仕業だと思うんだよね。1回目はなんか？すごい。野生的な漁り方だったから <laughs>。 いやまあ、でも何て言うんだろうまあもうすぐで2年もうすぐでじゃないかもうすぐではないけど、まあ、2年もうすぐもうすぐって言ったらあれ日本語がおかしくなっちゃうかもだけど、まあ、2年経つから 2, 2年契約じゃんお家って大体だからまあ別になんかわ,わざわざ言うことじゃないかなって思ってるそんな大ごとにか警察とかに言うほどでもないなって思ってる だって別に見たわけじゃないじゃんその人が漁ってるところ見たならうわさすがに怖いわって思って警察には言ったりするけど警察とか事務所の人とかにねこういうことがあったんですけどってで別に見たわけじゃないしまあもしね動物の仕業とかだったらすんごいなんだろう迷惑かけるから別にそんな大ごとにしたくない極力平和に過ごしてたいから <laughs> だからまた次もしこういうことがあってもう自分のだけしか去られてないとしたらあちょっとやばいかもなっていう危険,危険性を感じてなんかこう、まあ、いろいろ大人の方に相談しようかなとは思ってますけど。 多分でもそんな多分騒ぐほどのことじゃないと思うんだよね。<laughs> ゴミが漁られてるなんてよくあることやしな言うて。まあカラスだけじゃなくても他のさ、まあ、タヌキだったりとかおるわけやん。そんな田舎田舎だろうが都会だろうが猿も出るしタヌキも出るやん。だからまあそういうなんか動物系だと思いたいけどね。

まあでもちょっと気持ち悪いよねっていうお話だった。 わおこんにちは。<laughs> いや私は絶対にメンバーと2人で住むのは向いてないと思います一人が好きなんでフフフセリ様さん熊のぬいぐるみありがとう多分本当に心許し,許し合える人だったら大丈夫だと思うんだけど多分普通にあのストレスが溜まっちゃうと思う自分の好きなことができなくなっちゃうからうん 私、あの家だと一人の時間が欲しいタイプの人間なのよ。まあゲームしたりとかもそうだけど、極力一人の時間が欲しい。だから実家の時もそうだったの一人の部屋に大体いるって感じ。あの用がないときは。だから、無理だね。<laughs> シェアハウスとか絶対無理。 まあ楽なタイプ楽なところもあると思うんだけどねそう一人の方が楽何も考えなくていいから別に自分のことは何でもいいやって思っちゃうから <laughs> いやまあそうね仕事でも一緒やのになんかプライベート でもなんかかずっと一緒と一だったら無理かもしれないお互い干渉しないならいいんだけどそのなんか別にそのご飯食べる時とかに一緒に食べるときになんか「今日何した?」とかそういう話とかは全然好きなんだけどなんか。 あんまりこうなんだろうな自分の領域に入ってほしくない <laughs>、うん、ああそう同じマンションの別の部屋とかだったら全然大丈夫なんだけどシェアハウスっていうのが無理多分私は向いてないまあでもね人とやっぱいると楽しそうだなとは思うのよ らんか本当に気を許せる人しか無理だと思う気使わないで一緒にいれる人とはシェアハウスできると思うんだけど、まあ、みかんちゃんとかそうだね別に気使わなくてもさ <laughs> 過ごせるタイプだからでもなんかやっぱ気使う多少気使っちゃう人もやっぱいるわけで。 そういうう、いい人たちととははシェアハウスは続かないと思う私はなんか面倒くさくなっちゃいそう。ていうか普通に自分も自分のあのー、何、まあ、忙しくなってたなってる時期とかその余裕がない時自分に余裕がない時とか自分のことで精一杯になっちゃう人だから私。 <laughs> なんか他の人にまで気遣えないのよそういう時ってだからまあ一人だったら別にあのー、ね気遣う相手もおらんし、まあ、別に自分の好きなことしとけばいいやんでもシェアハウスだとやっぱりその人に今自分が精一杯になっててもさその人に気遣わないといけなくなるわけじゃんシェアハウスしてたら。 だから多分それでもうキャパオーバーになっちゃって多分余計にやばくなると思う精神状態が <laughs>、うん、だ不安定な時マジで私もう,もう無理周りのことにまで気使えない自分のことで精一杯になっちゃう シェアハウスとかしたことないからどういう感じなのか分かんないけどさう <coughs> ん,なんかよい うんうんうんああ家賃半分 <laughs> なるほどね確かにまあそれはいいことだよね自分一人でやらなくていいことか家事とかもそうじゃん、まあ、どっちかが早かったらそっちが家事やって 家事とかご飯とか作ってとかできるしねそういうんだしかも話し相手はいるじゃん話したいなって思ったら人とふん <laughs> だる <laughs> いつも悪いよ顔は。 フフフ始まったことじゃない顔が丸いのは <laughs> そうだよねデリカシー大事よわざわざ言うことではないなって私も思った今 <laughs> そんなわいが一番自覚しとるわ顔丸いなっていうのはだ思ってても言ってない人もいるんだよなんか急にさセリーちゃん泣き顔みたいな来たから何かと思ったら今日顔丸くない余計のお世話じゃ <laughs> こんばんはこんばんばはもうこんばんはの時間今日時間進むの遅いだってさっきさ時計見た時5時半だったのに今5時38分8分しか経ってない <laughs> でもなんかそういうコメントする人って大体そのコメントで終わるんよもう知ってるから相手にしないんだけどあんまり <laughs> そう、なんかそれだけ言って、おらんくなるの。姿を消すの。よくわかんないよね。まあ、いいんだけどさ。 <laughs> なんかでも逆にさそのコメントを打つためだけに見てるってめちゃおもろくない <laughs> 私裏,裏の裏を思っていつも笑っちゃうんだよね本当に申し訳ないんだけど多分その人は真剣に書いてくれてるのかもしんないけどなんかそのコメントを書くためだけにずっと見てたんかなって思ったらちょっと笑いが出てくるごめんなさい <laughs> 性格悪。 で人のマイナスな部分を先に見つけれる人って本当にすごいと思うあお <laughs> <煽>り <laughs> えだって普通人のさプラスなところしか目につかんくないでまあだんだんあこの人ってこういう部分があるんだなって見えてくるけど最初から悪い部分を見れる人って本当にすごいと思ううん <laughs> うんまあいろんなことを思う人がいるから別にいいんですけどまあワイも実際ね最近ちょ顔丸いなって思うしね何 いいいってコメント読まないのいやなんか恥ずかしいからあんま読まない「ありがとう」とは思ってる「ありがとう」<laughs> なんか自分でさ「かわいいえありがとう」とか言ってたらなんかおかしくない <laughs> すいません今日 <laughs> 面白くなっちゃった今なんか自分で自分のなんかそのなんていうのかわいいって書いてくれてるコメントを自分で拾うのがなんかすごい恥ずかしくて。 なんか可愛い,いって書いてくれてるんだなありがとうってその自分の中で解釈はするけどなんかわざわざ声に出してようなちょっと恥ずかしい、うん、ありがとうとは思ってるごめんね。<laughs> まあでも自分の自信にはつながるからこれからもよろしくうんまあでもあの、読まないよ声に出してはあの、ありがとうと思ってる心の中で <laughs> コメント読んでもらうために堅揚げポテト買ってきた報告するのはありでしょうかどういうこと 読んでもらうコメントをしなさいでもね私マジで気まぐれだからほんと目についたコメントを読むぐらいであとはなんか自分が何だろうあのあーこのコメントにはこういうエピソードが回答できるなとか思って読むって感じだからなんか別にそのそんななんか難しく考えなくていいと思ううん。<laughs> そう、褒めて伸びるタイプまつげはいい感じよマスカラはあのあれヒロインメイクじゃなくてなんだっけえヒロインメイクだっけなんかあるやんあのあるやんヒロインメイクだった気がするあの、茶色でも今はあのまつげパーマしてるからすんごい に自信過剰なぐらいになってほしい一生無理だと思うわ <laughs> うんきっと一生無理マジ整形とかしないと無理だと思う自分に自信持つの。 自分の目もあんまり好きじゃないし目の形とかもねなんかすごいきつく見えるからメイクしたらやし、まあ、眉毛も好きじゃないし薄いし下がってるからで鼻の形も好きじゃないし口も好きじゃない口元とか特にねそうだから整、まあ、形したら自信持てるんじゃないって感じ <laughs> まあしないけどね さすまあしないで可愛くなれる方法を今探してる頑張ってあの、まあ、まつげパーマ行ったりとか脱毛行ったりだとかあとはメイクの勉強さすがになんか痛い思いしてまでそんな,なんかやりたくないなって感じ あ全然大丈夫ですよよ言葉足らずだったらよったて全然あのはいワイも別に顔丸いなと自分で思ってるんで <laughs> まあでもデリカシーを考えるとまあそう公の場では言わなくていいかなって感じだね気をつけてこコメントって難しい日本語って難しいよねなそういう人はそうやってなんか言った感じじゃなくてもさニュアンス的に言った感じじゃなくても文章だけだから分かんないからね うんコメント終わらなかったパターン初めてなんか反省しに来てくれた大体 <laughs> そういうのを書く人って大体おらんくなるパターンが多いんやけどいい人だった <laughs> マジで足のあざがめっちゃ今、人実上痛い。これは緑のベースト。GU だよ。これどっちも GU しかも、ロンティーと、これ。あ、今日しかも GU コーデやん全部。本当はこれ中、シャツの方が可愛いいんだけど、ちょっとなんか、今日はロンティーの気分だった。 首元が丸いからあんま可愛くないんだけどここをシャツにしたら学生っぽくなって可愛い <laughs> うんロンティーはなんか長い袖がし丈も長い丈っていうかあの、このカーディガン の下かららちょいい出るぐらいの長さんネックレスなんかしてたんだけど最近ってい今までずっとここ2年2年はないなうん2年前ぐらいまでしてたんだけど なんか公演の時は絶対外さないといけないのね私物のやつなんかそれが面倒くさいなっていうのとあと、まあ、そういう外した時とかに絶対忘れてきちゃうのよ毎回 <laughs> でまあなんか今はあんまりなくていいかなって思ってるでもまあアクセサリーとかつけるの好きだからなんか自分が気に入ったのがあれば欲しいなって感じ 充電表示は来てないあーなんかチャームのとこが赤くなるっていうよりかなんか私の肌ってマジで敏感肌すぎてなんかこう本当にこうスッってやっただけでもちょっと赤くなったりするんよ今もちょっと赤いなんかほんとポリって書いただけでもなんかバッて赤くなったりするのよ え叩いたりとかしても結構赤くなっちゃうからなんか金属アレルギーとかじゃないんだけどそれちょっと赤みが出ちゃう感じ全然アレルギーではない。 6, 週6周年じゃないなんで今6周年が出てきたんだ10周年公演前に髪の毛切りいきたいなここ普通にここだけなんやけどこれ切りに来たかおもろい 今日ののツインテールの感じめっちゃ好き。てか、巻きの感じがめっちゃ好きだな。いつもと違うメイクさんなんだよ、生写真って。その公演の時のメイクさんと生写真のメイクさんって今違くて。前は一緒だったんだけど、今はもうなんか、会社が変わったからなんか分かんないけど、なんか生写真の時だけ毎回違うの、メイクさんが。 <laughs> うんフじゃんじゃあ化粧水ないよって言ったのはマネージャーさん <laughs> メイクさんでもないは 今日の衣装はあ変わったものというか、うん、なんでこのどの時期にこれみたいなのはあったけど <laughs> まあどの時期に販売されるものなのかは楽しみですね <laughs>。 てか明日メイクしていかなきゃいけないから早起きしなきゃだ7時に起きなきゃだ悲しいうんワイの睡眠時間 <laughs> 食食べ食べたい。でも最近麺類が食べたいんだよね麺類パスタかラーメンか食べたいうん なんかゆ私水炊き食べたことないよもつ鍋しか食べたことない水炊きって何ですかって感じえラーメンは豚骨一択やろいやまあ好きよ味噌とか醤油とか塩まあ塩はあんま食べたことないんだけど 味噌とかは好きよ味噌ラーメンとか普通に食べに行くしでもやっぱ豚骨よあでもなんかあのなんていうの豚臭いのとかは苦手脂がいっぱいとかなんかちゃんとあっさりした豚骨が好き <laughs> なんかたまにあるやんやっぱ豚骨やからすごいこってりなラーメンみたいなああいうのはちょっと苦手でも基本は豚骨ラーメンしか って感じ豚骨ラーメンしか勝たんって感じ <laughs> いやつけ麺魚介類のなんかスープみたいなのあんまり惹かれないんだよね私はまあ魚介があんまりそんな得意じゃないっていうのもあるんだけど。 <laughs> どこのラーメンが好きわー迷うけどやっぱり私の中で一番美味しいなと思ったのは一蘭だね一蘭はマジでたまにめちゃめちゃ食べたくなるでもやっぱお高いからラーメンとしてはなんか安い安いっていうか普通の値段ぐらいで食べたいんだったらシンシンっていうラーメンが美味しいシンシンのラーメンマジで美味しいよ とんこつラーメン煮卵ラーメンが好きですうんシンシンめっちゃおいしいなんか他の長浜ラーメンとかはあんまり食べたことないんだよね私まだなんかラーメンそんな種類いっぱい食べてるわけじゃないからあれなんだけどその2店舗はめっちゃ好き <coughs> うん、今度福岡来た時ぜひぜひぜひ,ぜひだって <laughs> ぜひシンシンの煮卵ラーメン食べてみてくださいめっちゃ美味しいよマジで <laughs> それ一蘭めっちゃ美味しい一風堂はね、あのー、カップラーメンの一風堂セブンとかに売ってあるじゃんあれは食べたことあるけど美味しかったあれはでもあの店舗で食べたことない <laughs> あわかるねえ赤のれんマジめっちゃ好きそう赤のれんも食べたんやったそういえばえ赤のれんっていうラーメン屋さんマジでうまいわかる私も赤のれんさ一回あの食べに行ったことがあって連れて行ってもらって食べたんやけどマジでうまかった <laughs> なんかさ食べたことないラーメン屋さんとかってさ入るのめっちゃちょっと抵抗があるやんなんかもしこってりで自分の嫌いな味だったらどうしようとかさでも赤のれんはマジで美味しかったなんかなんて言ったらいいんだろうもうね匂いがスープの匂いがまずニンニクなのでもなんか飲むと全然なんかニンニクの味がめっちゃ強いって感じじゃなくてな何て言うんだろうあれはねすごい新しかった今まで出会ったラーメンの中でなんか え、なんかすごってなったしかもめっちゃ美味しい味いや赤のれんはマジで美味しい <laughs> いやこってりじゃない私だって私が食べれたし美味しいって言ってたから多分そんなこってりじゃない 結構スルスルっといけるえめっちゃなんかスープがめっちゃ美味しいのまあラーメンもそうもちろんあの全体的に美味しいんだけどなんかスープがマジで美味しい <laughs> 目大きくなりたい行ってみてぜひ、あのー、時間がある時にでもなんかスープの匂いがもういい匂いすぎて私その時その食べに行った時にスープを先に飲んだんだけど。 やけどした暑 <laughs> かった <laughs> 猫舌だからさベロやけどした <laughs> で餃子も食べたけど餃子も美味しかったよなんか結構一個一個がでかかった気がするそ店舗によって違うのかもしんないけどい多分一緒だと思う なんかちょっと一個一個が結構な大きさだ結構なってか普通の餃子よりちょいでかいぐらいだった気がする結婚前に行ったからもう分からん覚えてないいや赤のれんのラーメンはもう普通のラーメンが美味しかった私は普通のラーメンしか食べてないんだけど普通のラーメン <laughs> うはなかえ。みんなも麺が食べて食べたくなってきたところでしょうか爪そろそろ切らんと伸びてんなこう見ると。 餃子餃子はうちの餃子が一番うまい <laughs> 食べれないって <laughs> うん家で作った餃子が一番うまいマジあの美味しさに勝てる人おらんよ絶対うちの餃子が一番うまいマジで ね、ご飯が進むんやもんほんとに多分あれはご飯も進むしたぶんビールとか飲める人はお酒も進むしおつまみにもなるからね味的に最高よわん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  でもあれは手作りやから美味しいわけであって冷凍とかになると味が落ちるから美味しくないと思ううん6時になった1時間話した <laughs> まあまたね あのー、まあ暇があって料理配信する時とかがあってまあ私が作る気になれば餃子配信とかしましょう <laughs> でもさ種作る時がさくっさいからさ手がくっさくなるからさしかも油まみれになるじゃんあのねひき肉でだから大変なのよ配信とかすると。 余裕ないそんな見てるコメント見てる余裕がない時間との勝負だから餃子作るの <laughs> いて今日まつ毛とまつ毛がしつく まあとりあえずまたね料理配信をいつかやりたいなと思うので時間があるときにまあ多分年内は無理かもしんない <laughs> ちょっと忙しくなるんでね多分来週とか特に私多分一番忙しいと思う学校の方でずっと動いてるのもあるしかと思いきや週末になったと思えばリットチャームもあるし 日曜日は日曜日で大事なものがあるしへぇーまぁ、あ、なんで時間を見つけられたらって感じにしますね <laughs> レフさんくまのぬいぐるみありがくまレフさんくまのぬいぐるみありがとうということでそろそろ配信は終わりたいと思います皆さんこんな時間まで 見てくれて、どうも、ありがとうございました。では、ランキングを読みます。はい、えっと、十三位日高さん、十二位 S. A. T. さん。十一位鈴友坦々さん、十位由紀さん。<laughs> ちゃんと言おうとして、ソンってなっちゃった。由紀さん。九位さあやたん。八位宮直さん。七位中野のけんさん六位、ああ、ああ、さん。五位池けぽさん。 4位ホエさん3位みさん2位セリ様さんそして1位がシュンさんでしたありがとうございますはいその他もたくさんコメントしてくれた皆さんアイテム投げてくれた皆さんもありがとうございましたイエイまた明日も配信しますのでみんな明日からも1週間頑張りましょう私も頑張ります 死んでたら本当にごめんなさいあ日から本当にマジでハードな3日間が続くんで明日明日し8910あ違う4日間だ891011うんハードな4日間が続くので私は震えながら寝たいと思います89108910あでも明日はいや 明日も大変ですねとりあえず明日朝あざがもっとひどくならないように気をつけたいと思います <laughs> 何?「何気初だ」って配信見るのがえっ、ー、ありがとう見て今すんごい痛そうなんだけどマジであの押したら痛いぐらいで本当にあんま痛くないんだけどちょっとスヌーピーの靴下今履いてるんで。 こんな感じこれあざフフフそう見た目はめっちゃ紫で痛そうって思うじゃんでも意外とこれもう治ってきてる証拠だからしかもね多分ねこの部分部分的なあれだからか知らないけどこの部分あんまり押しても痛くないんだよだから私多分気付かなかったんだと思うこんななるまで <laughs> うんこのしあざ主張が強いの、ね、よ <laughs> そう捻挫とかではない内出血してるだけすごいねめっちゃ痛そう見た目はでも全然痛くないのなんか押したらちょっと痛みはあるなって感じでもなんか「痛っ!」とかじゃなくて「痛いな」ぐらい <laughs> まあなんかこれ以上あのひどくならないように気をつけたいと思います10周年もあるしねまだね膝の方の青たんの方が痛い膝にもあるんよ右の膝の方にもこっちの方が痛いあでもこっちは結構見てんどれこれかこれこっちの方が痛い 押したよいしょ <laughs> だから明日四4日明日から4日間あざになんないように気をつけたいと思いますもしそれがあざになってもう「めちゃめちゃ痛いでーす」ってなったらもうリトちゃんもできないかもしれない <laughs> 絶対やる <laughs> 痛くてもやる たださ、リトチャームさ、膝とかつく振りがめっちゃ多いじゃんあれ。あれさ、私さ、なんか膝、なんか前も言ったけどさ、膝つくときさな、なんていうの骨の居場所、居場所骨の向きがさ、たまにこう、悪くてさ、こう痛っ,ってなるときがあるんだよ。なんか骨が刺さったみたいな感じになって。あれになんないか心配、膝つくとき。あれマジ怖い、痛いしね。一瞬やけど痛いんよ、めっちゃあれ。 いないたまになんか膝立ちしててさこう膝立ちを急にさしてさこっから良いってなった時にさ「痛っ!」ってなる時ない <laughs> たまになるんよこれいやメンバーみんな痛いのかもしんないけど私は良くなるだからあんまり好きじゃないのこの膝立ちの振りでもリットちゃんは膝立ちの振りがめっちゃあるからあのー「マストビーナー」もそうだし 痛い <laughs> だから気をつけて怪我しないようにリトちゃんの公演まで頑張りたいと思いますとりあえず1 <laughs> 週間ねということで皆さんありがとうございましたあ,あ間違った なんか言うではまた明日さよなら